はいこんにちはひかりですでは今回はブログで書くネタがない人はとりあえずこれといった話をしていきたいと思いますまあ、ブログを始めたばかりの人だとかなんかネタが全くない人っていうのはもうとりあえずですね答えから言いますとレビュー記事ですねえー、もしくは体験記事を書きましょう このレビュー記事っていうのは、まあ、何かというと、まあ、例えば、ですね本を読んだ感想の書評だとか、えー、映画とかアニメを見た感想とか、まあ、ドラマでもいいですね、ドラマを見た感想とかあとはなんか電化製品を使ってみたとかですね体験談のとこと、えー、電化製品、まあ、あとは、まあ、マットレスとか空気清浄機とかいろいろありますね、ああいったものの、まあ、体験記事、えー、あとは、まあ、イベントどこどこのイベントに行ってみましたとか。 えー、どこどこの有名なホテルに泊まってましたとかっていうのですね、まあ、これらがレビュー記事なんですけど、まあ、要はですねネタになりそうなものを書けばいいんですねでそれをまあ自分のまあ感想とかですねレビュー記事とか、まあ、こういった使ってみました行ってみましたっていうものを書けばいいんですねで、えー、例えばですね書評であればですね本を読んだ感想であればじゃあどういった感じで書けばいいかっていうともうシンプルにですね、えー、勉強になった部分を引用して これだけで、いいいと思まますす結論何々が学びになりましたた面白かったで,すで理由ですね。なぜ勉強になったか。なぜそう思うかですね。っていう部分の、まあ、この2つが書ければもういいんじゃないかなって思います。で、まずはですね、これに慣れることなんですね。で、1個できるようになったらまた増やしていけばいいです。まあ、プレップを使えばいいんですね。まあ、結論何々に、何々が学びになりました。理由、なぜ勉強になったか。 えー、そして具体的にはこういった部分が、えーまあ、勉強になる,なると思いました。でまた結論ですね。ここういったことが学びになりままししたた、えーまあ、自分の行動をこうしていきたいきとと思いますとかっていうのでだんだんとできることを増やしていけばいいんですね。で私がまあよく言うのがこの悩んでいる時間は何も生まれないよっていうことなんですね。それはですねその悩んでいる自分の頭っていうのは知識もなければ考える力っていうのもないのでもう何も生まれないんですね。 なので、まあ、悩むことと、まあ、考えるっていうことは全く別物なんだよっていうことを私はよく言っているんですよ。で、まあ、その何もあの書くものがないとかで何も進まない状態っていうのは結局何も進ん,、まあ、何も進んでないですよね。なので、まあ、そういった時っていうのはとりあえず一つコンテンツを作ってみればいいんですね。で慣れなければ、まあ、どんどん増やしていけばいいんですよ。 で、ででよくですすね、ね、このジャンルです、ねまあ、ブログであればどんなジャンルにしようかなって言ってもう1ヶ月とか2ヶ月経っちゃって全然進んでないっていう人がいるんですよ。で、まあ、そういう人ですね特に本当にもったいないんですよ。この1ヶ月2ヶ月何していたのっていうのを私はよく言うんですけどなので、まあ、そういった時もですね、まあ、ジャンルを考えつつですね あの今回の、まあ、レビュー記事っていうのを、まあ、書いていけばですねやっぱりコンテンツ自体は進むしあの、まあ、ブログ記事になあの書くっていうことも慣れていくのでいいんですよねでレビュー記事のいいところっていうのは SEO を全く狙ってないのにアクセスが来たりするんですよねなので、まあ、こういった点からもですねレビュー記事って、まあ、非常にいいんですねなので、まあ、今回はですねあのブログで書くネタがないみたいな っていう人がすごい多いなと思ったのでもうなければないでもうさっさとレビュー記事ですねでえっ、ー、とまあ本とかっていうのは、まあ、さっと目次とか読んで気になるところだけ読んで目次を読んで気になるところだけを読んでそ,の引っ張それを引っ張って書くだけでもいいんですよねなんかそのレビュー記事の絶対の書き方っていうのはないので全て読まないと書いちゃダメってそんなルールないじゃないですかなのでまずは進めることですね まずは進めて慣れないのならどんどん作るっていうところですね。で私はですねあの映画とかっていうのがめちゃくちゃ勉強になるんですよね。勉強になるのでまあ、アウトプットとしてまあ、ブログとか YouTube とかにやったりするんですけど、まああのぜひですねあの前回えー、っと映画はやばい学べるっていうタイトルで、えー、まあ動画を上げました。でこの動画見れば私がどういった点を見ているのか。 なんで映画が学べるのか、めちゃくちゃ学べるんですよ本当に人間心理の部分とかっていうのを学べるんですねなのでぜひですねあのー、一緒にですねチェックをしてもらえればと思いますはいでは以上になりますありがとうございました。